L2 の周りのリサ重軌道。リサ重軌道は、軌道力学において、物体が推進力なしで3体のラグランジュ点の周りを周回することのできる激動である。2体の測り動点の周りのリアプノフ軌道が、2体のナス平面に完全に含まれるのに対し、リサ重軌道はそれに垂直な平面に含まれる成分を持ち、リサ重図形を描く。 リサ重軌道は一般に非周期的であるが、特に周期的なものを波浪軌道という。実際には、ラグラン受点 L1、L2、L3 のすべての軌道は動的に不安定であり、つまり平行から少しでもずれると指数関数的にずれが拡大する。結果として、計り動点に入った宇宙船は自身の推進力を使って軌道を維持する必要がある。 ラグラン受点 L4 と L5 の周りの軌道は理論的には動的に安定で平行が若干接動している時でさえも宇宙船は推進力なしでラグラン受点の近辺に止まることができる。しかし地球月系の場合月の軌道離心率の効果と太陽の接動の効果によりこれらのラグラン受点も不安定になる。リサ重軌道を用いてこれまでいくつかのミッションが行われた。 ACE は太陽と地球の L1 ラグラン受点。WMAP は太陽と地球の L2 ラグラン受点を利用し、またラグラン受点 L1 でジェネシスは太陽風粒子の収集。双方は太陽の観測を行う。2009年5月14日、欧州宇宙機関はハーシェル宇宙望遠鏡とプランクを L2 ラグラン受軌道に打ち上げた。欧州宇宙機関の将来のガイア計画も ラグランジュ点 L2 で行われる。アーサー・シー・クラークとスティーブン・バクスターの小説、太陽の盾では、太陽の地質性の太陽嵐から地球を守るために、巨大な盾が地球と月のリサ重軌道上に建設される。ありがとうございます。